県世代の生物多様性の推移。横軸は年代を表し、単位は100万年。黄色の三角形が5大絶滅事件を示しており、左から2番目が、海海協会海海協会とは、地質年代区分の用語で、約3億7220万年前の、後期デボン期のフラニアン期と、ファメニアン期の境界に相当する。古生物学上では五大大量を絶滅に数えられる。 県世代二度目の大量絶滅のうち主要な絶滅事変が発生し、全海洋生物種のうち約80%、族では50%台、とかでは19%が絶滅した。この出来事はケルワッサー事変とも呼ばれ、海海協会とケルワッサー海洋無酸素事変層は一致する。なお、デボン期には DC 協会を始めたの時期にも絶滅事変が起こっており、 これらを合わせてデボン期の大量絶滅事変として扱うことも多い。大量絶滅から海洋生態系が回復するには3600万年を要したとみられている。デボン期の大量絶滅が主に蒸気の2つの大規模な絶滅事変で構成されるか、あるいは小さな絶滅事変の連続からなるかは明らかでないが300万年後の間隔で一連の異なる 絶滅のパルスが複数の原因で発生していたことが示唆されている。約2500万年の間に7回もの絶滅事変が起き、特にジブティアン、フラニアン、ファメニアンのそれぞれの末期の絶滅事変が甚大だったとする説も提唱されている。後期デボン期までに陸上には植物と昆虫が進出し、海には サンゴと双甲虫類による大規模な章が形成されていた。ユーラメリカ大陸とゴンドワナ大陸は、後のパンゲア大陸に成長しつつあった。絶滅は海洋生物にのみ影響したらしく、湾足動物やサンヨウムシ及び増殖生物などが打撃を受け、特に増殖生物は、ほぼ完全に絶滅した。絶滅の原因は不明であるが、主な仮説として、 地球寒冷化や海底火山の活動に近する海水準変動や海洋無酸素事変が挙げられている。また、スウェーデンのシリアンリングは海海協会とほぼ同時期の約3億7680万年前に地球に衝突した隕石により形成されたクレーターであると考えられており、その影響も提唱されている。後期デボン期の地球の大陸配置は 現在の様相と違っていた。超大陸のゴンドワナ大陸が南半球を広く覆い、北半球にはシベリア大陸が分布し、赤道付近ではバルティカ大陸などからなるローラシア大陸がイアペトゥス海を狭めながらゴンドワナ大陸方向に移動していた。現在のスコットランド高原やスカンディナビアをまたいで成長し、アパラチア山脈も現在の北アメリカ大陸で、 成長しつつあった。ティクターリクの生態復元図生物賞も現在とはまるで異なる。オールドビスキー光線類やコケ類及び地ー類にも似た形態だった植物は、根、種子、水輸送システムが進化し、常に湿潤な場所から離れても生育できるようになり、高地に大規模な森林を形成するに至った。後期ジベティアンまでには、クラドクシロプシッタ類の死だや、 アーケオプテリスなどの原来種植物といった現在の樹木に似た生態の系統が出現した。距離も大きく放散しており、ティクターリクなどの初期の四足動物には足構造が進化し始めた。デボン期の最後の2000から2500万年間は絶滅率が背景絶滅率を上回る状態が続いていた。 この時期には8から10回の明瞭な絶滅事変が起きており、特にそのうち2つが深刻なものであった。長期の生物多様性の減少が続いた後に、海海協会に一致する、ケルワッサー事変、デボン期末のハンゲンベルグ事変が起きた。ケルワッサー事変は2つの絶滅事変が近い時期に起きたことがわかっている。例えば、ベトナムのハウザン省、マーピレン地域に広く分布する、 トックタットルイでは、上部ケルワッサー事変と、下部ケルワッサー事変にそれぞれ対応する、可能性の高い黒色ページ岩層が産出している。黒色結岩は生物に分解されなかった有機物が海底に堆積したもので、当時の海水が酸素に乏しかったことを意味する。したがって、2回の独立した海洋無酸素事変が起きていたことがわかっている。 なお、中華人民共和国構成地湾族自治区近州、市番上付近には、ジベティアンから、全奇跡短期トルネーシアンまでに相当する、形質岩層が分布するが、下部ケルワッサー海洋無酸素地変の痕跡は一切、確認されていない。一方で、上部ケルワッサー海洋無酸素地変を示す、黒色血岩や、有機質石灰岩は産出しており、深海では無酸素環境、 旋回では貧酸素環境であったことが示されている。このことは、カブ・ケルワッサー海洋無酸素事変では無酸素水海が、全球的に分布はしていなかったこと、そして、上部・ケルワッサー事変では無酸素あるいは、不栄養深素水が旋回域に上昇して、低酸素化を招いたことを示唆している。デボン期に続く石炭期の最初の1500万年間は、 陸上動物の化石がほとんど産出しておらず、これは後期デボン期の大量絶滅の爪痕であると考えられている。この化石の空白期はローマのギャップと呼ばれる。2020年1月に発表された中国科学院南京地質古生物研究所による定生生物と浮遊生物及び産後の研究によると全期石炭期、 ビゼアンでようやく大規模なサンゴ礁と数多くの生物種が出現しており、大量絶滅前の多様性を回復するまで、ケルワッサー事変から3600万年を要したことになる。デボン期の大量絶滅では、全海洋生物種のうち82から83%、俗では50から57%、とかでは19%が絶滅した。大半の絶滅事変と同様に、 小さな生態的地位を占めるスペシャリストの分類群は、ジェネラリストよりも大きな打撃を受けた。生物多様性の低下は絶滅の増加よりもむしろ、主文化の減少に起因することが、複数の統計的解析から、示唆されている。特にサンゴや、外高動物といった、増殖生物が打撃を受けたほか、湾速動物、産業虫、アンモナイトこのドンとアクリタークも影響を受けた。 フデイシとウミリンゴはこの絶滅事変で姿を消した。生き残った分類群にも絶滅事変の前後で外見の変化が見られている。サイヨウムシはケルワッサー事変に向けて目が小型化し、事態が収束してからは元の大きさに戻っている。これにより当時は海水の濁度や水深などの要因で視覚の重量度が下がっていたことが示唆されている。 採用虫の頭部などの縁もこの時代に拡大しており、これは海洋の貧酸素化に伴って呼吸器への働きかけを増大させていたと考えられている。このドントの接触器の形状も酸素同位対比、すなわち水温と相関があり、これは栄養分の流入の変化に伴って占める栄養段階を変えていたことに関連する可能性がある。 ケルワッサージ編で放散中は打撃を受けなかったと、かつて考えられていたが、全放散中の下レベルの多様性は失われなかった。ものの27、27%の属が、フラニアン期末に絶滅していたことが2002年に判明した。フラニアン期では、インタクティネリアー目が、支配的な放散中であったが、海海協会で放散中群衆の大転換が起き、ファメニアン期では、 アルバイラレリアア目とナセレリアア目が反映した。ベトナム北部のフラニアン海に相当するトクタット類層からは、テンタキュリトイドと呼ばれる微小な塩水系の空化石が多産するが、その産出量と多様性は化石記録上減少しており、低緯度のコテチス海域における彼らの絶滅パターンが伺える。ベルギーの海海境海付近に相当する旋海堆積岩からは、 海洋への土砂流入を示すジベンゾフランと、イカンタバ植物の存在を示すカダレンのピークが確認されており、陸上植生が物理的に崩壊して海に流れ込んだことがこれらのバイオマーカーから示されている。ベトナムの DC 境界付近の旋回堆積岩からも同様の物質が検出されている。ケルワッサージ変に関連する絶滅は長期間に、 及んで起こったため原因を一つに絞ることは難しく、原因と結果を分けて考えることも困難である。体積記録からは、後期で本期に環境変動が起きていたことが示されており、これが生物に直接影響して絶滅を引き起こしたと見られている。環境変動の原因については議論の余地がある。中期で本期の終わりから後期で本期にかけては、 堆積記録で複数の環境変動が検出されている。海洋深層水の無酸素水界の拡大、埋没した炭素同位体比の急上昇、特に熱帯の小における低生成体系の後配などが環境変動の証拠であり、ケルワッサージ編の前後では頻繁に海水準が変動していたこと、そしてそのうち1回の海面上昇が無酸素堆積物と関連していることもわかっている。 以下に環境変動の原因となった候補を列挙する。天体衝突は、K ピコグラム協会や TJ 協会など他の大量絶滅の原因に挙げられており、デボン期においても動物症の転換の主要な原因として提唱されている。シリアンリングを形成した天体は、このドントの絶滅パターンと照らし合わせて、ケルワッサージ変と、 同時期か直前に地球に衝突したと考えられている。なお、ケルワッサー事変の時代のアラモのクレーターらもボリードインパクトやハンゲンベルグ事変の時代のウッドレイクレーターといった大半の衝突クレーターは、絶滅事変と一致すると断定できるほど正確な年代測定ができず、正確な年代測定が実施されたクレーターは、絶滅の時期と一致していない状況である。 イリジウム以上や微小な球体状の岩石構造からも隕石衝突の特徴が確認されているが、これらはおそらく別の要因によるものであると考えられている。デボン期の間に陸上植物は大きく進化した。発達した水輸送システムにより複雑な枝と根の構造を取ることができるようになり、植物はその高さを増した。これに関連して、 種子が出現したことにより植物は繁殖と分散が可能となり、これまでは生育できなかった内陸部や高地にも分布を広げることとなった。この二つの要素が地球規模で植物の重要性を高め、特にアーケオプテリスの森林は急速にデボン期の地上を追った。河川の不栄養化現在の高い樹木は水と栄養素の獲得のため、そして 植物体の固定のために深い根を必要とする。根は岩盤層を粉砕して深い土壌層を何メートルにもわたって安定させている。しかしそれとは対照的にデボン期の植物には花根と地下茎しかなく地表をわずか数センチメートル程度しか貫くことができなかった。土壌の大部分が安定していなかったことから風化が促進され植物や 藻類の栄養分となるイオンが放出された。河川に栄養分が比較的急激に流入したことで不栄養化が起こり、それに続いて微生物が利用可能な酸素をすべて使い切る勢いで有機物を分解し、河川水は無酸素状態に陥った。フラニアン期の化石産後症は低栄養状態でしか生育できないストロマトライトと産後が支配的であるため、 高濃度の栄養塩の流入が絶滅の原因になったことが推測されている。無酸素状態は寒冷化よりも生物にとって危機的であり、絶滅事変に支配的な要因であった可能性が示唆されている。また、2004年に放送された NHK スペシャル、地球耐震化46億年人類への旅の第3週大会からの離脱そして手が生まれたでは、 寒気にアーケオプテリスの葉が河川中に落葉し、その分解の過程で酸素が消費されたことが炭水域の酸素不足の原因であったと説明されている。二酸化炭素の消費植物は光合成の形で大気中の二酸化炭素の消費にも働くため地球の寒冷化を引き起こしたと指摘もされている。特に DC 協会に相当するハンゲンベルグ事変は 氷河期の到来とも関連している。2002年に火星活動が後期デボン期の大量絶滅の原因として提唱された。デボン期の終わりには極度に広大なシュベリアトラップが存在し、厚いマントルの上昇の上でリフト運動しており、これが海海協会及び DC 協会での大量絶滅の原因とされた。ビルイとドニエプレドネツの火星活動が 海海協会に、コラとチマンペチョラの火星活動が DC 協会に相当することが示唆されている。2010年には、シベリア大陸上のビルイスク地域のビルイトケルワッサー、事変が対応していることがアルゴンマイナスアルゴン法により確かめられた。ビルヨーガ高山岩地域は、現在のシベリア大陸北東園の大部分を覆っている。 三つに分かれたリフト体系がデボン期で形成されており、ビルイのリフトはそのリフト体系の分岐の一つであり、残る二つも現在のシベリア大陸の変円を形成している。一体の火山岩は後期デボン期から前期石炭期の後の堆積物に覆われている。ビルイのマグマからは形成された火山岩、岩脈、岩礁は32万平方キロメートルを超える面積を覆い、 火星活動に由来する物質の体積は100万立方キロメートルを超える。ビルイの火星活動は、大気中に十分量の二酸化炭素と二酸化用をもたらして、温室効果と生態系の安定性を崩し、ケルワッサー事変の黒色血岩体積に対応する、急速な地球寒冷化、海水潤定化、海洋無酸素事変を起こした可能性がある。2021年に、 東北大学大学院理学研究科は、フランス南部、中国南部、ベルギーにおいて、ダカンホ族炭化水素のコロネンと水銀が、高気でン棄の地層で同時に濃縮していることを発表した。コロネンは、同程度の分子量の有機化合物と比較して、生成に摂氏線200度を超えるような大きな熱エネルギーが必要であることから、ホットプルームが上昇して熱源となり、 堆積有機物がコロネンに変化し、同時に水銀も生じたと推測した。コロネンと水銀は岩石の加熱で生じた二酸化用や二酸化炭素及びメタンといった気体の圧力で世界各地へ拡散され、二酸化用はエアロゾルを形成して短期間の寒冷化をもたらし、その後は温室効果ガスである二酸化炭素とメタンの働きで気温が上昇したとされる。 この気候変動により大量絶滅が起きたとする見解は先行研究を支持するものである。海水準変動や気候変動の期間、選択性、周期性を説明できない他の仮説は排除されてきた。見落とされていた仮説として現在では活動していないが、デボン期には活発であったケルベレ・アン・カルデラ・レーク・イールデン・ナショナル・パークが候補に挙げられており、 約3億7400万年前に破局噴火したと考えられている。カルデラの残骸はオーストラリアのビクトリア州で見ることできる。ありがとうございます。